えーと、いきなり体育倉庫に来いって何の用ほら来てあげたんだから早く用事済ませてよ会議の話なら生徒会室でいいと思うんだけどちょっと顔怖いよ様子もおかしいし熱でもあるのかな 隠し事あ、私そそんなのないもん私は生徒会長だから悪いことなんてしてるわけないじゃんえあ確かに隠し事だからってそれが悪いこととは限らないか <laughs> 何をその顔 目的は何何それそれは君のスマホあパパパ活女子何それこれが私だって言ってるのなわけないじゃない証拠があるなら出してみなさいよ この写真どこであんたこの裏アカを見つけてずっと監視してたってこといつからよ何が目的それをみんなにばらして生徒会長を辞めさせるつもりえじゃあどうしてこんなことするの ってそそんな私の弱みを握って分かったよただ今からのことは誰にも言わないで二人だけの秘密にしてお願い の子に壁断される気持ちはもう遅いよ予定より3ヶ月も遅いよ君が見てるのはずっと前から気づいてたんだよ <laughs> その驚いた顔も可愛いさあしたいようにしなよ私の弱みを握って抵抗できないようにしてめちゃくちゃにしたくて ここにんんだんでしょほら早くずーっと君に押し倒されることを考えてたからもう我慢できないの早く押し倒してよもうやっと夢がかなう諦めずに続けててよかった 理解できないのあのアカウント君に興味を持ってもらうために作ったんだよねえねえ今度は私のスマホを見てみて <laughs> これ君のアカウントだよね君学校ではすごく静かで全然目立たないけどこのアプリではすごくいっぱい投稿してるし。 しかも君のいいねら卑猥なものばっかりだよね恥ずかしいさっきは私の弱みを握って強気になってたみたいだけどこれでおあい子になっちゃったね君のアカウント見てたらなんだか学校とのギャップで可愛くなっちゃって近づいてみたくなっちゃったの <laughs> 本名じゃないし 個人情報も隠してるから大丈夫と思ってたみたいだけど残念ね私は気になった人のことになると意地でも探し続けて見つけちゃうのネットストーカーってやつほら何もったいぶってんのしたいようにしていいって言ったでしょ君何のために私をここに呼んだのよ 我慢しないでいいよ画面の向こうで見てた私が今目の前にいるんだからほらほら少し手を伸ばせば簡単に触れられるのにどうしたのちょっとさっきまでの勢いはどここれじゃ私が襲ってるみたいじゃない怖いって心外ね 最初は君が押し倒そうとしたんでしょそれを受け止めたら拒絶するとかだから教室で一りぼっちなのよ育児なしの陰キャ早く男を見せてよもうこういうところは全然男っぽくないんだからめちゃくちゃ興味あるくせにそっか私がもっと男にしてあげればいいんだ そうすれば私なしでは生きていけなくなってついでに愛してもらって一石二鳥じゃん <laughs> そうと決まればここでしっかり指導する必要がありそうねちゃんと私が望むように私は扱ってね大丈夫緊張するのは最初だけだからほら最初はここを触って。